箱屋のところ古本祭式大正7年第3回、金霊社展、吉川玲香5月4日昭和4年3月25日は、明治大正時代の日本画家。本名人志、通称サブロ和絵を基本にしつつ広く東洋の古典芸術に、学び、占を、特に流れるような美しい細線を生かした、精画な絵画表現で、描くから、るれ、重心が映っていく。 近代日本画壇に独自の存在感を示した。東京冬島に佐藤一歳晩年の門人で昌平座科学文書の助教や御書院番犬五難度を務めた樹者吉川達の三男として生まれる。家は吉川元春の抜流で七代前に江戸幕府に召されて国家人になったとされ、霊下の祖父大江忠田隆は勘定組頭まで出世して旗元になっている。 父は、維新後、一時深川八万社の新官を務めた後、立花の香り塾という私塾を開き、子弟を教育していた。幼少より、私文、画作に優れ振動と言われた。小学校を4年で辞め、漢学は父から仕込まれたものの、囲碁学校に通うことはなかった。代わりに、教養豊かな家庭環境や、父の蔵書を手当たり次第に読むほどの読書好きと、 相まって独学的な傾向を育む。後にも小遣いや画料も残らず、本題に変わったという。明治16年8歳の時、近所の遊び友達の父、養州近信に浮世絵の手ほどきを受け、円芸の画号を受ける。明治22年画の修行の傍ら書家、中根藩霊に書を収め、藩外の号を受ける。翌年、父の知人で、かの安心の子。 加の義信から仮の葉を習う。一時、橋本画法や、時計に連れられ洋画家の小山章太郎にも指示するが、いずれも長続きしなかった。明治27年頃、小石川白山下の南印前寺に、三千、一節に霊化と交うしたのはこの頃だという。明治28から29年から、裁判官を務め住吉派の画人でもあった松原、作に、夕食古実を学ぶ。 松原を通じて、幕末の復古山戸絵師、霊勢ためちかに出会って、意語深く思縮し、彼らから決定的とも言える影響を受ける。松原は、霊勢ためちかの作品を見れば必ずこれを模写する、人物で、霊家は、この模写を熱心に学ぶ。松原の紹介で、当時山戸絵の大家として知られていた、三名漢義に入門、日本画家の小堀智音や夕食古実家の関安之助。 古賀古筆の復元模写で知られる、田中新富、官僚で山と絵も描いた、谷森正雄らと交際する。彼らから高い評価を勝ち取り、彼らが各所で霊下を紹介したため、一部の有識者の間に霊下の名が知られるようになっていく。明治33年山和絵系の日本画家、大坪正義や高取知世ら組織した、国風画界、明治35年歴史風俗画界、 翌年、ウゴー会に参加。これらの研究会ではモデルに、夕食古日にのっとった衣装を身につけさせた、写生会を開いており、イカはこれを熱心にスケッチしている。若い頃を中心とした、イカのスケッチ帳が、初夏に分蔵されており、京都国立博物館にはイカが描いた古絵巻の模写が百数十巻所蔵されているという。こうした研究三枚によって、三十歳近くなる。 頃にはすでに一家をなすだけの収容を積んでいたが、霊家には画名を求める気はなく、家に資産があったため生活のために絵を描く必要がなかったため、ひたすら好きな絵や学問研究に没頭した。反面、学問が深くなった、あまりにその束縛が強くなり、かえって筆を震えなかったという指摘もある。明治39年松原作が養子の不認知とヨハシに移住する際、 冷静ためチカの奮本を譲り受けた。翌年、国画玉正会の評議員に選出される。明治44年第5回文展に、母大だるまを初出品して、法上を受ける。一部にこの作品を高く評価する声もあったが、以後、理想までの15年間観点には出品しなかった。その理由については、大正4年に掲載された文展の日本画で想像することができる。 ここで例下は、文典は芸術上の多くの主義主張を極めて自由放任的に包容する使命を持っているべきであるのに、それが正当に行われておらず、実際には審査員の施行にかなった一部の常連や分典式なる海外様式ができている。分典は入場者が多く、新聞にも連日取り上げられ、盛況を呈してはいるが、登記、結果、修具を言惑戦がために、 展覧会がなる、俗悪な作物が出来上がる。こうした作品が世間の評判を取り章でも取ると、翌年にはこれの模倣作が大量に出て、文典はますます俗修奮奮となる。世間の受けはさらに良くなるが、漁師にある作家は余計遠ざかる、などと無所属、無党派の立場から激しく批判し、受賞の廃止や審査員の行 こうした文典の状況と自己の芸術的理想との乖離が観点へ出品しなかった要因だと思われる。私生活では大正2年当時親しくしていた漫画家、松林慶月の紹介で、その妻、松林幸亭の登園の女性と結婚。ここでも玲下は持ち前の木の長さを発揮し、周囲を焼きもきさせている。翌年、父が亡くなるが、その遺産で書籍や 美術品を収集し、さらに研究を深めていった。外白な知識を買われ、大正4年から田口菊店が発刊した美術雑誌、中央美術の編集導人となり、以後同士を始めたの美術雑誌に顕筆を振るう。さらに、大正5年、田口の呼びかけにより、有気祖名、平福百水、かぶらききよかた、松岡永久と、麗華自身の合わせて5人で近麗者を結成する。 霊華は、この四君はじっと落ち着いて、研究のできる人だ。私も、その一人に加えてもらうことは誉れであるとして、参加を決めたという。金霊の名は、霊華の命名により、特に出典もとはなく、金の鈴そのものの形や音がなんとなく、良い感じを与え、同人の性質や芸術にも合っているからだと、後に、田口は推測している。金麗者は7年弱という短い団体だったが、 その活動で、それまで一般にはほとんど無名だった、霊下の名声は世に広まっていく。仮作の霊下としては珍しく毎回出品しているが、遅刻の常習者で、画題は提出しても実際の制作は間に合わなかったり、絵が出来上がるのは、展覧会最終日の2日前ということも珍しく、なかった。それでも、近霊者の他の会員が他でも、作品を発表しているのに対し、 レイの作品はここでしか見られないため、連日入場料を払ってでも、レイの作品が出品されていないか確認しに、訪れるファンもおり、出品作はすぐに、改定がついたという。一方で、ためちか検証にも務め、美術雑誌にしばしばためちかの画業の意義に触れ、大正11年5月には、日本橋クラブで、もみやまさださぶろうや谷森正雄らと、 岡田ため地下追徴転換を開催し、7月にもみ山が接種となり、有志らとため地下60年期法要を官営寺で行った。近隷者は大正11年に解散するが、熱心なファンを得たことで和の依頼が増え、新たな支援者も獲得していった。大正8年には、官店への出品経験がほとんどないにもかかわらず、官店にも監査で出品できる。 推薦資格が与えられ、近隷者解散後すぐに審査員に任命され、翌年展覧会委員に就任している。推薦の資格を得たことで、焦燥委員配管の資格を得たため、委員後毎年欠かさず秋の幕僚へ通い、通常1日しか配管できないのを特別に2日見せてもらい、一層の古典研究に励む。ガモ演塾を迎え、細い線をリズミカルに、かつ自在に引き分けることで、 高画にして精烈な美を生み出した。霊華の線は、脂質と周筆が、はっきりとし、スピードをもって引かれることで、独特の強さとムーブメントを生んでいる。霊華はこれを、春三ハキー病と名付け、その修練を怠らなかった。霊華は、筆選ぶ画家の中でも、特に筆を選び、鈴木街道の徳王剣という名人が作った筆を20本くらい、買っても、その中から1、 日本倉しか使わなかったという。そうした中で15年ぶりの観点出品作として、大正15年代7回定点で発表した、理想は、下段に衝撃を持って迎えられた霊下筆教の対策である。反面、霊華は常に、自分は画きではない、画家と言われるのが一番辛いと漏らしており、自宅の看板には、画塾ではなく、処方教授の看板を掲げていたという。 昭和四年長治伏により急性死の床では高熱に浮かされながら、中宮の寺の観音様が、お手を胸にかけておられるので、重いから下ろしてほしい。今中宮の寺の菩薩の手のひらに乗ったなどと、上をつを呟いていたという。改名は、愛原院殿自ら霊下大古寺菩提寺は、台東区の診療院。亡くなって、古本屋にその蔵書を引き取ってもらう際には、 トラック3台分にもなったという逸話が残る。弟子に塚本霊山、山田志向岡田花子を森田聖からがいる。幼少の頃から習っていた書にも霊家独特の味わいがあり、しばしばが中に流霊な金書きで和歌や物語の一節を添えている。書は、はじめ判例から当時流行していた中国の陸朝時代や諸島の会書や民進の処方を学び、 ついで上代様などを広く学んでいる。霊下自身は、現英本古今週、筋切れ、通り切れは、文学史上貴重な、遺品なのは言うまでもないことで骨董好きは珍重するが、二流の書で、自分は取らず、伝王の東風の、新学府七徳、舞の基本本を愛好していたという。他にも、紅上切や、亀山切れの影響が指摘されている。明治以降、 西洋近代の芸術館が日本に入ってきた影響で、それまで諸画と呼ばれ一体だった諸画は、次第に切り離される傾向にあったが、霊華は自分の好みに従い、こうした流れとは無縁であった。新流京都、宝光寺像、資本木画金祭、明治44年。縦 455cm 横 425cm にも及ぶ、霊華が描いた初の大作。 霊下は当時まだ無名だったが、門人の塚本霊山の紹介で記号を依頼されたと伝えられる。本来は、宝光時代国天内人の天井画として描かれたが、ネズミガなどによって絵が失われるのを惜しんだ。住職によって現在のように熟装された。宝光寺は昭和48年に落雷による火災に見舞われているが、その際、新竜図も被害を受け、修復されてはいるものの、 絵の外周部には、焼け跡や消火水をかぶった跡が見られる。霊家は、宝光寺が豊臣秀吉所苑の寺で、伝統ある京都に自分の作品が残ることを喜び、足掛け3年にもわたる準備期間を経て制作に臨んだ。霊家によると、竜の描き方には時代によって大きく異なっているという。特に、中国、唐以前と草原以後では差が大きく。 日本の竜もこれに従ってに系統あると語る。室町時代以降は後者に倣い、江戸時代にはそれが非常に俗化し、竜本来の荘厳神秘の趣きが堕落してしまった。一方前者の系統を調べると、鎌倉時代に与えている。例えば、正倉院の唐筆や鏡の模様、幸福寺の河原慶、平家農協を箱の文、華厳衆祖師殿、鳥獣ギガなどで、 これらの竜は竜の本来の有限自密、語法の精神をよく表しているとして霊下は高く評価した。実際、新竜図における竜の口上部が平たく伸びた表現は、これらを転居にしていると考えられる。霊下は新竜図完成間際に新聞記者で美術評論家でもあった責如来宛ての手紙で以上のようなことを述べた上で、竜という神秘総言の観念が、 人間の頭脳に初めてひらめいた原始の時代に少しでも近づけたつもりであると語っている。東京国立近代美術館像、総復、各 93.6x136.4cm、大正15年代7回定点。題名の理想とは、中国戦国時代の座イの政治家で、詩人、屈原の代表作、祖父にある長編詩で、 本作は長い間そこから着想を得ているとされてきた。しかし、絵の解釈、特に、右幅の竜に乗る女性については、説が分かれる。美術師屋の藤掛静也は、これを、ふっつぎの娘で、落水に溺れ後に過信となった、人するが、死の後半に登場し、屈原に世界を回り君主を探すよう告げる巫女とする、説もある。美術師屋の島尾しは、祖地の理想、 旧家は、北宋時代に白病を復活させた、李光林、元の超圧師、明の陳弘史樹ら多くの画家に書き継がれてきた、白病の本流と言い得る画題であり、これを強く意識した霊家はその中から、将軍を選んだと推測している。田中伝は、この、島尾の意見を進めて、作中のモチーフ、そして、この、理想で描き出されているのは、今まさに降臨しようとする将婦人と、 その姿を見ることができない屈原だと考えられる。霊下が理想と名付けた理由は、当時理想は屈原の自然パンを指すという理解が一定度あったため、霊下も旧暇も屈原の詩であるから作品に理想をと名付けた。しかし一方で理想イコール屈原の自然パンという声はは、かえって次第の混乱を招くとして、素地関連書籍から削除される傾向にあり、 藤掛けらも、祖父の理想のことだと誤解したと考えられる。後年、霊花夫人の回想によると、理想の制作期間は一週間ほどだった。普段は訪問者があると長く観断をするのが、常の霊花も、この時ばかりは、夫人が玄関で断り、5日間ほとんど寝ずに記憶に、ある少子体だけで一気に描き上げた。線は、肘当てだけでなく体全体で引き、 長い線を引いた時は汗びっしょりで、一筆ごとに夫人が汗を拭い、完成した時には、麗華の端正な顔はすっかりやつれ、病人のようだという。理想は、第七回定点に出品され、同点の日本画の中で最も好評だったという。麗華が以前、天来会画と非難した傾向は、初期文展の時ほどではないにしろ継続している中、 このような白病炭祭の対策は注目を驚かせ、専門家を唸らせた。戦術の藤掛は、この絵を、朝廷天敵作物、明治大正年間の書展段階に現れた、傑作中屈指のものと絶賛し、一戦一戦渾身の力が注ぎ込まれており、その線を歌うかのような音律的躍動によって、理想の詩が持つ教師が直接絵として表現されている、と評した。 帝国美術院賞の候補にも挙げられたが、麗華が審査員だったため見送られており、藤掛はこれを残念がっている。ありがとうございます。